こんにちは、木下優香です。今日はね、じゃん、ミルクとバターとパルメザンチーズでパスタを作りました。これがね、パルメザンチーズあんまり味付けしてないからいまいちかなと思ったんですけど、めっちゃ美味しかったです、味見したらそうそうね。でしかも作り方もめっちゃ簡単です。じゃあ作り方いきたいと思います。作り方です。お塩がたっぷり入ったお湯でスパゲッティを茹でます。今日は 800g 茹でます。で、茹で上がったらお湯を少しだけ残して切ります。バターを加えます。 150g です。ちょっとね、パスタ全部入れちゃうとこのフライパンがちっちゃくってやりにくいから、半分くらいはね、混ぜてないです。後で一緒に混ぜます。バターを和えただけで美味しそうな気がするな粉チーズを加えます。こちらですね、海外の視聴者さんが送ってくださいましたクラフトのですね。 300g 加えます。牛乳を加えます。ちょっとね、私は失敗したかもしれないんですけど、こうやってね、こう茹でる時間がパスタを茹でた後も結構続くので、結構固めであげた方がいいかもしれないです。とろみがついてきたらお皿に移します。で、私は鍋に入りきれなかったパスタも一緒にここで混ぜます。で、ここちょっとね、フライパンでチーズが焦げてます。私これ好き。で、これはね、入れても入れなくても自由なんですけど、私はカルボナーラ風にしたいので卵黄を入れます。8個ですね。黒胡椒を振って、じゃん、完成です。まあ、卵黄はね、私がお好みで入れたんですけど、牛乳とバターとパルメザンチーズがあればソースが作れるなんてめっちゃお手軽やなって思いました。ちょっと重さを測ってみます。器の重さを引いて 3.6kg です。いただきます。まずは卵がないところから食べてみたいと思います。ちょっとね、伸び気味になっちゃった。でもチーズの香りがめっちゃします。まあ、ほんとね、具とかあんまりなくってすごいシンプルなんですけど、なんかめっちゃ美味しそうです。チーズの香りがいいですね。うん、やっぱりチーズの味が超強いです。で、最初パスタの茹で汁を残した塩味が結構効いとって、味もしっかりついとってめっちゃ美味しいです。パルメザンチーズとバターだけで十分美味しいですね。ちょっとね、せっかく卵黄を乗せたんで、卵黄と一緒に食べてみたいと思います。あー、いいですねはい、卵がね、絡んでます。黄身が絡んでますね。美味しそう。さらにね、味を濃厚にしてくれますね。で、まろやかにしてくれます。卵乗せても美味しいですね。熱のね、入れ方のせいなのか、ところどころパルメザンチーズがダマになっとるところがあるんですけど、そこはね、逆にチーズをね、強く感じることができて、私は好きですね。美味しい。でも私思ったんですけど、これに卵黄を入れたらほぼカルボナーラですよね。でもね、卵黄がなくても美味しかった。ミルクパスタで十分美味しいんです。でもたくさん量があるんでね、卵黄も味わいたいみたいな、そんな感じです。パルメザンチーズが十分足りてるんですけど、さらに美味しくするためにまたパルメザンチーズを追います。なんか出ないこっちの穴から出ないけど、こっちの穴だと出すぎちゃうんですよね。怖い。うん、チーズパスタですね。めっちゃ美味しい。じゃ、最後の一口いただきます。うん、ごちそうさまでした。牛乳とチーズで作ったパスタめっちゃ美味しかったです。チーズだけでね、こんなに美味しくなるんやなと思ってちょっとびっくりしましたね。まあ、カルボナーラとほぼ材料が一緒って言っても、結構ね、バターの味とか牛乳が強いから味はね、割と違いましたね。
ベーコンとかね、具が入ってなくてもしっかり味がついてたからめっちゃ美味しかったです。チーズ栄養がありますしね。あ、パスタのね、茹で加減がね、ちょっと私初めて作ったから失敗して、アルデンテ好みなんですけど、まあ普通の柔らかさでしたね。何回か作ったら結構コツってつかめますよね、パスタってね。でもとっても美味しいし、すごく簡単だし、材料もそんなにいらないので手軽に作れると思いますので、ぜひぜひ皆さんも作ってみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。